さあ、今回は、まあ、前もお話しましたが、大さんが、それぞれにメッセージを伝えたいというふうに言っていたので、今回は、せっちゃんよしこさん、はいはいはい、大さんから、何かお話ありますかという質問ですね。うん、特に吉子さんに対しては結構悪態を打つことが多かったので、うん、まあでも決してなんか仲悪い感じではないので、そうやね、なんかこうせっかくなんで素直な気持ちを伝えてもらえたら嬉しいなっていうのがありますかね。うん、まあまあまあ一緒にいる時間もまあ長いっちゃ長いからね。そうやな、この吉子さんと大さんはずっとこのお家に住んでますからね。まあその中でね、なんか思うことがあれば。確かに、うん、不思議だけどな、外から来た幽霊さんが一緒に住んでるっていうのも、ロボット何を言ってんねん俺らは今。もともと住んでた幽霊さん、ここに一人も住んでないから。何言ってんの俺らは今、もう訳分からなくなってきた。訳分からなくなってきた、うん、まあまあ、何かね、メッセージあればと思います。はいはい、それでは聞いてみましょう。はい、さあ、接点完了しました。奥がせっちゃん、手前大さん、真ん中小山で人形、そしてよしこさんですね。質問が、まあ、大さんにせっちゃんとよしこさんへ、何かメッセージありますかということです。どういう、まあ、僕の日頃の思いを、そうですね、伝えてもらえればいいじゃないですかね。もしかしたらこうやって、なんていうんですかね、ちゃんとお話できる機会も、もうないよ、本当にかもしれないので、本当に直接それどうしよう、心残りのように、はいはい、してもらえればなと思います。それではいつも通りさせます。
これがね、ちょっと見せますよ今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでくださいこれ。いやこれ通りたくねえわこんなん。おい、おお、やばいやばいやばい、これはいいなぁ。